おい、こういうやつ見てどう思う？みんなメロディー君どう思う？こういうやつ、ただの課金して生きてるやつです。はい、正解です。じゃあタイマーやるか。誰だこいつ。おいおい、知らねえやつ入ってきちゃってるって。ボクシング。いや、ボクシングだよね。違う、ボクシングだ、俺だから。それやめろ。あ、こっちか。そっちだよ、俺は。なに、メロリー君タイマン強いんだって。いや、あんま受け付けてません。おー、楽しみだな。おい、お前ら二人なんかタイマン強いらしいな、お前ら。いや、動画班にならないで、動画班にならないでお願いします。 VC 使って言ってください。お前らなんかタイマン強いらしいな、二人とも。僕はもうボクシングさんよりめちゃめちゃ強いです。お、なぜこの生意気だな、こいつ。お前は何なんだよ、岡田。まあ、ボクシングさんのことなんか、クッキーをぶちゃぶちゃに砕き、ちょっと何言ってるか分かんないです。行きましょう。おお、もう早速来てるな。あー、じゃあ岡田からぶっ飛ばしていこうか。おい、岡田。はい、おい、俺に勝てんの？はい、勝ちます、全部。余裕？余裕ですね。あー、そしたら負けたらなんかかけるか、なんかやってもらおうかな。第1回ボクシングチャンネルと、小学何年生かわかんないけど、やっていくぞ。何年生？4年生、おらー！ うまいね、とんがりコーン。このとんがりコーンに最近屈してるけども。あー、外した。体力多くないか。あ、誰これ。はい、ミスった。勝てるな。おい、岡田、岡田体力大丈夫か。岡田体力大丈夫か。あ、緊張したか。じゃあもう一回行くか。あ、岡田、今のなしか。今のは脳幹か。今のはちょっと緊張しすぎちゃう。緊張じゃん。じゃああれ、編集者さんにお願いしないと。編集者さんにお願いしないと。はい、お願いします。そのギアス、確かに受け取った。行くぞ。小学4年生と台湾、負けてらんない23歳男性。あ、やばい。1しかないって？ 1 しかないって？え？そんなこと言っていいのかね？ 1 しかないの？もう、はい、そうです。あ、1しかないのか。1しかないのかな。あ、これなんだこれ。とんがりコーンやめろ。1しかないのかな、岡田くん。はい、とんがりコーン。はい、瞬殺、小学4年生、ヒッター。よし、小学4年生、謝りなさい。すいませんでした。いや、ほんとにこちらこそごめんなさい。ということでね、はい、次何？次は小学何年生？5年生です。あ、5年なら年上だな、岡田くんの。はい、噂によるとこの子は最強らしいな、なんか、タイマンが最強すぎて最強です。あ、最強すぎて最強。生意気だな、ぶっ飛ばすしかねえな、こりゃ。しゃ、小学5年生の生意気な最強すぎてさ、ちょっと待てよお前。いや、はい、ちょっと早すぎて、もう。ふふー、早っ、マジで早いじゃん。おい、ちょっと待って、それやめろ。早い、お前来い、おい、ガイガイ、あ、
やばいね、それはね。いやー、本当にガッチガチで動画とか生放送関係なしにやっちゃってるけれども、小学5年生に負けるわけにいかない。はい、オンマイグンです。はい、ダイマー、テゲ、ダイマ。なるほど、この挑発には乗らないか。え、そこにいたの。とんがりこ、とんがりこ、オッケー。嘘。もうやだ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 。ぬだぬだ。ああ。おう。やったー！ケンチくんすげー負けてるけども、勝ちは勝ちー。今のは私だ。なかったことにしてくれ。なかったことにしてほしい。なかったことにしてほしいのか。じゃあなんて言うんだ、編集者さんにちゃんとお願いしないと。お願いします。やれやれ、犬好きの子供は見殺しにはできねえぜ。いやもう可愛いかよ。やれやれだぜ。なかったことにして、もう一回小学5年生の対マンじゃ。ここがもうマンド、やめろやめろやめろ、お前早いんだよ。かいちくがなんてずっと、なんてずーっと階段で走ってんのにさ、ほらこの差なんなのこれ、本当にマジで腹立つのりだよ、マジで。え、なんでその高い、はぁ、足速いだろ、ちょっとな、足ちょっと速いやつや使ってるそれ、なんでそんな速いの建築は。お前さ、俺は建築方法に違いがあります。アシュラマナ建築って、シェットアップ、関係ねえ建築なんて、エイムで勝って、あっ、やっ、やった、やめろ。 OK 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 OK。 おー、どうした、やばい、どーしよ、どーしよ。怖いね。あー、見てる見てる。どうすんだろうね。ちょっと待て、それ話が違う。ああ、あ、ボクシングさんが、あれ笑ってない、え、泣いてるよね。おえ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 、泣いてますね。なんか笑ってんだけど。笑ってないだろ。顔が笑ってます。そういうことで、そういうことで笑ってるやないかい。よし、じゃあありがとうね、二人とも。Thank you。 ありがとうね、みんな強かったよ。嘘だよー。やべ。